皆さんこんにちは。今回の動画はフレーズの練習シリーズの、今回はですね、リクエストをいただいております。ありがとうございます。ベルという曲の、イントロの部分をやらさせていただきます。藤くんパートと、マスカーくんパート、両方一気にガッとやっていきたいなと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ではですね、最初、コードをチャン、チャン、チャンと弾く藤くんの方からいきます。で、メトロノームが、だいたい75ぐらいでいきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、こんな感じのすごくゆっくりなテンポでジャン、チャン、ジャン、ジャン、じゃん。じゃんじゃん。最後がじゃんじゃんじゃんって入るわけなんですけれども、まずは G コードです。G。シンプルな G コード。6弦3フレット、5弦2フレット。で、あと、ここ。まあ僕の場合は小指で押さえる G なので、1弦の、3フレット押さえて、G コード。あとは開放弦です。あとは開放弦。じゃん。じゃんって弾いたら、じゃん、じゃん。次は D コード。D コード。4弦開放弦。3弦が2フレット。2弦が3フレット、1弦が2フレット。で弾きます。D コード。バーン。G、D。で、次が C コード。こんな感じ。ダン。G。D、C。で、最後のチャーチャーチャーってやつがですね、この、まあ、C コードのこのままでいいんですけれども、出る音としては、ここ、まず、1弦の0、2弦の1、3弦の0を弾きます。で、次、この1フレット、2弦の1フレットを離してあげて、開放弦を、1、2、3の開放弦弾きます。感じです。ダーン、ダーダーって感じ。で、次がですね、C コードの、この3弦をこう取っ払った、あ、3弦じゃない、5弦の3フレットを取っ払ったパターン。こんな感じの、2フレット、4弦の2フレット、0、1、みたいな感じでいきます。で、って感じです。ダーダーダー。こんな感じです。ダン、ダン、G コード、D コード、C コード。これを2回。こんな感じです。ございます。で、次、さらっとマスカー君パート行きましょう。マスカー君パートはこんな感じです。これも最初、メトロノームでやってます。いきます。ワン、2、3、4。こんな感じです。これを、またこれも同じこと、藤くんのパートと一緒で、同じことを2回やります。まずはですね、6弦の3フレット、バスと、弾きます。ダーン。で、そしたらですね、5弦の開放弦。5弦の開放弦弾きます。そしたら5弦の2フレット、こんな感じですね。うん、たーた。そしたら、次はですね、5弦の5フレットにスライドで入ってあげる。うん、たーたーたんって感じです。たんたーたーたん、いきますか。タン、タ、タ、タン。で、次が、タン、タ、タ、タン、タン、タンって感じなんですけれども、これは4弦の4フレットと5弦の5フレットを押さえてあげる。タン、タ、タ、タン、タン、タン。で、藤くんの、ここが入って、もう一回同じ、同じことをやる。ここも、
って感じで入ります。はい。で、まあ、イントロ一人でやりたいなって人とかは、もうこうやって、僕今やったみたいに混ぜちゃってもいいかもしれないですね。こういう感じで、一人で二役やってもいいかなと思います。まあ、ゆっくりなテンポの、曲なんですけれども、それ、まあ、ゆっくりだからといってね、こう、走りすぎず、こう、ゆっくりなりすぎず、テンポに注意してやっていただけたらいいなと思います。今回はですね、ガッと、藤くんと松川くん、ベルの藤くんと松川くんバードをやらさせていただきました。ありがとうございます。今回の動画もありがとうございました。またよろしければチャンネル登録やグッドボタン、そしてリクエストお待ちしております。また、これからも頑張ってやっていきたいなと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。